もう隠れる。電波塔を見ればよかった。そういえば今からでも、あ、俺ピスカブや。靴下みたいな帽子何？これ？靴下。バラクラバ。いたんだ天才、俺の配信に。なんか DM 見たらさ、バラクラバの画像来た。ジャスパーバージョン。夜よいちさんから。じゃあさ、悪魔の世代勝ったの見た？見たかったんだけどね、夢の中だった。でも俺てか、あの初夢、釈迦さんとボドカが出てきた。なんかね、たこ揚げしてた、みんなで。超平和。正夢になるか？たこ揚げ。たこ揚げって正月やるもんだっけか？あれ？たこ揚げをしている夢ってあなたの運勢を反映している可能性が高いです。タコが高くまで上がっていれば、今のあなたは好調で何をあっても円滑に進められるでしょう。仮に糸が切れてしまったり絡まってしまったりしていたら、対人運が良くないのを意味します。もし該当するので、親しい人間ほど大切にすることを意識しましょう。そうすれば、ほんとかよ。いやでも、いやでも待って、めっちゃ高いやんって言ってた気がする、ボードが。いや嘘かも。いやなんか言ってた気がする。おい高いって気がするだけで全然覚えてないけど、たこ揚げしてた記憶はある。ひじりさん10ヶ月間寝てます。ジャス明けおめ、初夢からロールしてた。大好きやんリレージェ。でもマジでやってるゲーム夢に出るのあるよな。やってるゲーム夢に出るとはまた違うんだけどさ、曲がり角曲がったら街灯がピカーってさ、めっちゃ明るく光っててさ、ブリーチのフラッシュかと思って一瞬顔ぶってやっちゃった。やばいなと思って、俺やばと思って。タルコフって友達3人と初心者で始めても続くよ。あのモンハンみたいに、でもあのキークエは揃えよ。これガチ。1人だけタスクが進んでないとかだったら、その人のタスク終わらせてから次のタスク行こう。モンハンでさ、あのキークエガンガン進めていく友達おるやん。あれガチ冷めんねん。何その装備みたいな。え、お前ナルガクルが倒したみたいな。みんなでナルガ殺そう。どういうこと？上と下で戦ってない？ちょっと待って。もう、隠れる。ひぃーいっぱいいる。ひぃーいひぃーわごめん、何がおもろい。もうな。アーマーもサイトも何も関係ない。おい足並み揃えよマジで。ナルが3体出てきた。ちょもうおかしいやん普通に。俺まだそこじゃないって。初笑いありがとう明けおめ。笑うな笑うなよ。888円だよ。もう俺お金にも笑われてんだけど普通に。今だ巨フレ。やったか。やってない。やばーい。やってない。てかなんかさ、え、待って待って待って、え、ザクみたいな格好してなかった？あれさ、あれ頭当たっても多分死なないよね俺の武器だと。27レベル。お前軽くボスやん。やったか。クソ、やったか言ってなかったらやってたな。あぶね、あぶね、めっちゃ連射するやん俺。危ねえ。頭が5。頭5。やっと勝てた。みんな帰れるよ。待って、まだいる。ただいま。なんで勝てないのに来るかな。もういないか。
お前らが銃声鳴らすせいで寄ってくるかも。俺サップつけてる意味ねえじゃん。本当に来たじゃん。何これ、もうめっちゃいる。やっぱでもこれ、やっぱこれだわ。でも俺はやっぱこれ、前シーズンからこれじゃん。いつも立ち回りは得意のエイムを生かして。やっぱ無限スカブ来てない。オッケー、パーティーダウン。24レベル VSK 今す。てかどこ、あんな音聞こえねえしな。もうどうしようもなくね。もう漁らない以外方法がないんだけど。もう漁らない方がいいか、俺。死体倒しても。スカブも。わかった、もう今日一日漁りません。敵倒しても。で、さ、一回話進める前にさ、誰か医者いない？リスナーに。お金なくてさ、治せないんだ。あ、俺電波塔見ればよかった、そういえば。今からでも、あ、俺スカブや。ええってね、え待って、ドロップスのレジェンダリーが届いてるって通知が来た。これにかかってる。よし行くぞ、頼む。でかいアイテム。あ、保険だ。え、保険、保険じゃない。え保険は、えヘッド、えヘッレジェンダリーヘッドセ。じゃあもうね、レジェンダリーヘッドセット、嘘でしょ。靴下みたいな帽子、何これ。靴下、これしかなかったの、サム防寒具が。童貞を殺すバラクラバ。なんかエロく見えてきた。なんか鼻のあたりがちょっとね、エロく見えてきた。童貞を殺すバラクラバ。やばい。MVP。お前コメント2件でそれが出たか。お前さんだよ。数打ってない。普通に思ったことをスッて言っただけ。数打ってないんだよ。いたんだ、天才、俺の配信に。いや、逃さなかったのよ。俺そのコメントを逃さなかったのも偉かったな。ちょっと待って。甘えすぎた。そういえばあそこボス湧くんだった。グレネード投げて確認しなきゃいけない。もうなんで俺、もうレイドタイム1分1秒。こんにちは、なんかいります？ T プラグ持ってないですか？ T プラグ、電球いります？電球これだけですよね。お、お、プラグ、ちゅせよ、パークプラグ。日本人ですか？そうです。こんばんは。岡本人のように見えますか？少しだけ、日本語上手です。でもヘピタルコフ、バイ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 。普通にシスより上手かった、日本語。なんだかどう、なんかじゃないどう、おほしか喋れないからね、シスは。彼氏シスのことが好きだからおほってめっちゃ言う。うわぁ、幸せに。ネットのフィルターがあってようやく通るもんだもんな。リアルで言われたらちょっと俺変な顔しちゃうわ、多分。何々ま？とかもリアルで言われたら、うん？ってなるもんね。もう言っちゃうんだよな、マジで。マジで良くない。まあもう大概きつい。
なんよ。なんよ、めっちゃ使って、最近俺あんま使ってないけど、一時期もう、なんよしか言っとらん時期あったな。いや、多分、何々まとかも多分、恥ずかしくなってくる時期が絶対来ると思うんだよね。まあでも、それも、思い出。なんよ、私は方言だから許して。そうだ、方言の人はね、俺、千鳥がめっちゃ好きで、ずっと使ってた記憶がある。好きな人の口癖って映るよな、マジで。おはようございます。配信初コメです。いつも楽しく拝見させてもらってます。どんな風に見えたんだろう、俺、新規の人に。一応俺、日本、なんか結構いいキャリア残してきたんだけどな。元オーバーウォッチ日本代表、元 LJL ベンチ知ったのが釈迦さんからだったから面白い人のイメージでした。釈迦さんからってことは、釈迦さんのいっちゃん最初、俺 APEX なのはめっちゃ覚えてて、初対面なのにすっごいタメ口で喋ってて、後日おとんにガチで謝ってこいって怒られた記憶がもういっちゃん最初やね。でその次、まあ、笹さんとサンパで、マジでおもろかったな。笹さんと釈迦さんとサンパでエペやってたやつ、あれ伝説だね。チーズライフル注意。そっからそこにスタが入って、とある4人で、まあ、結構いろんなゲームやって、でマジでいろんなゲームやった。 L4D2 もやったし、あの新しく出たタルコフの宇宙版のやつもやったし、グラセフもそうだ、グラセフ最初にやったのも俺、あの4人だし、クエストルーム夏クエストルーム夏すぎる、やばい。誰が選んだんだこれ。俺の匂いしてる、スタっぽい。だって釈迦さんがこれ選ぶはずねえもん懐かしい、この釈迦さんの背景。ありがとうございます。あ、そうね、舐めてる、ちょっと舐めてる節はある。そう、なんか簡単すぎないってことでしょ。えぐい息笑い息笑い。なんで途中で止まりとかしないの。いいの。釣られるわこの笑い方。ウォールオブですやばだまだまだ絶対無理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 アイ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 、どこのタイミングそれ。アイのタイミング、アイでいく、アイでいく、アイで W 押せば絶対に死なん。アイにアイアイにアイアイにだから今ルールスポーター。黙ってもらっていいか。まあでも続きはね、クエストルーム釈迦さんのチャンネルで、もし気になる方がいたら。時間かかった。でなんか DM 見たらさ、バラクラバの画像来た。童貞を殺すバラクラバジャスパーバージョン。夜よいちさんから。え、見てたま。え、ドテコロバラクラバ見てたま。